ここはもともと焼き物に特化した建物なのですね。だから向こうからここに展示してほしいという依頼があったんです。まあ、僕はたまたま桃草という民家を使ったギャラリーをしてますので、そういうことをもう20年ぐらいやってますから、そういう空間の特徴をつかんで作品を作るっていう、まあ、得意としている分野というか。この家自体に、または部屋自体にいろんな意味があるんですね。その意味を汲み取って作品を作らなきゃいけないので、この2階の板の間があるんですけども、そこが3室といって、蚕を飼ってた部屋なんです。それでその蚕のイメージと、それからシルクで、それをさらに発展させてシルクロード。丸2ヶ月ですか、朝から本当に夜の遅くまで、毎日日曜日も何もなしで、岐阜で桃草で。1階はシルクロードというものとつながっているので、日本とヨーロッパと間に中国があって、いろんなものがこう行ったり来たりする文化の交流というのを銀の器で表現したんです。中国に今から2000年ぐらい前に青銅器があって、でああいうのがヨーロッパに渡って、それが洋食器という形で発展して、また今度こちらに輸入してるんですよ。最近はもう粘土の大きな塊をこう掘って作るのがすごく楽しいですね。円筒形の剣錐っていう中国茶に使うあれも粘土の塊を掘ってるんですよ。色で見せるというよりは形の美しさで見せるというのが好きなので、まあ、色があるとそちらに目を取られてしまって、できるだけ白黒銀ぐらいを中心に無彩色っていうんですけど、そういうシンプルなモノトーンで見せる方が形がより分かるというか。白い繭っていうのを一つの空間と見立てて、その丸っこい形のものを2階で展示して、今度糸に紡いで撚りをかけて、またこういう布になるんですけど、工業の道具、それをこういうわっぱの空間のもので表現したり、その過程をもう一つの小さい部屋の方で展示したり。これは新たにこの建物にはもともとなかったものを設計士が茶室を作られたんですね。それに合わせた道具を考えて持ってきたんです。ここが正面の床になります。こちらに入ってきていくとよくわかると思うんですけど、白をテーマにしているので、いろんな白い和紙を集めて、その微妙な白の違いでこの床の間が掛け軸ができているんですね。その白をテーマにしたいろんな器を作って、あそこでヨーロッパ的な器も茶碗にしたりとか、和洋混在して、それもこう一つのシルクロードのテーマとして、白っていうのもシルクですし、まあ、感じてもらえたらなと思いますけどね。で、暗いところで、暗いと手に持って見た時に一生懸命見えるんですよね。一生懸命見るからその茶碗が持ってるいろんなものが見えてくると思うんです。やっぱり僕は茶席は暗ければ暗いほどいいと思ってるの で意識が一個に集中した方がお茶会っていうのは絶対いいので、その仏教の思想を深く学んだんですけども、仏教の思想から言うと生きていくことの思想的な意味で、まあ、すごく楽になったんですね。要するに焼き物ってこう頂点を目指す風に今までの歴史を捉えられてたんですけど、こういう方向ではなしに、こういう方向で、こういう今までこう教科書に載ってなかったような焼き物を取り上げて、それの意味っていうのをこう拾い上げるという作業を、だからやっぱり焼き物ってみんな景徳鎮って行くんですけど、いや自習用がいいじゃないとか、そういろんな地方に窯があったでしょ。そういうのを僕が取り上げるのが僕の役目だと思ってるので、